こんにちは。お元気ですか？管理栄養士の丸尾和樹です。さて、今回はですね、メンタルを保つ食物繊維の摂り方というテーマでお話をしたいと思います。以前の動画でですね、この食物繊維が不足するとメンタルが落ち込みやすくなるっていうお話をさせていただきました。で、今回は前回の動画ではお伝えしきれなかったですね、より具体的な、この食物繊維のお話、まあ、メンタルの不調をですね、どう食物繊維を補っていくのか、このね、効果的な取り方のお話を具体的にしていきたいと思っております。で、まあ、僕もですね、普段お客様の食事相談、お食事内容を見ていたりですとか、あとまあ自分のこう経験としてもすごくあるんですけども、やっぱりね、食物繊維不足してくるとちょっとメンタルの調子も落ちやすくなるなというのを感じるんですね。で、逆にしっかり食物繊維を補ってあげる、そういう食事を取るとですね、こうメンタルが上向いてきたり、気持ちが落ち着いてきたりすること結構あるなぁなんていうふうに思っております。まあ、なので現代人ね、結構ストレスだとか、まあ、メンタルが乱れやすい場面、多々あるかと思うんですけども、そういう時にですね、ぜひこう食物繊維をしっかり取ってあげる、その方法についてね、今回の動画でお伝えしていきたいと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、早速本編いきたいと思うんですが、まず食物繊維とメンタルの関係、これに関しては、以前の動画で詳しくお伝えをしておりますので、今回さらっと復習ってことなんですけど、まあ、どう関係してるかっていうと、腸ですね、腸と脳の関係、腸脳相関と言われますが、この腸の状態が良くなると、脳、つまりはメンタルの調子も良くなってくるということになります。で、食物繊維っていうのは腸内細菌によって短鎖脂肪酸というものに変わりまして、でそれがですね、脳に行って、まあ、脳の炎症を抑えたりですね、メンタルにとっていい働きをしているということになるわけです。じゃあね、実際にこの食物繊維をしっかりとるとどれぐらいメンタルが安定するのか、そのエビデンス、影響の大きさについて見ていきたいと思います。こちらはですね、去年、発表された論文でして、18件の論文のメタ解析の結果になるんですが、これによりますと、食物繊維の摂取量は成人において、10% うつ病のリスクが低いことと関連していたと。で、さらに青少年に関してはなんと 57%、うつ病のリスクが低かったということですので、まあ、大人はもちろんなんですけども、特にまあ、お子さんですよね。子供、まあ、10代とかね、青少年においては、この食物繊維をしっかりとるとですね、かなり、うつ病のリスクが、防げましたよという結果が出ています。まあ、つまりは、食物繊維をしっかりとっている人の方が、メンタルが安定したと、ね、メンタルの問題が出にくかったということを表しているんですね。で、これによりますと、食物繊維の摂取量が 5g、増加するとうつ病のリスクは 5% 低下していた。なので、まあ、食物繊維をね、やっぱり取れば取るほど、うつ病のリスクは低下していたという結果が出ているわけです。なので、まあ、こういったね、研究でも示されていますので、やっぱりね、しっかり食物繊維を取ることすごく、大事になってくるということですね。はい、では次にですね、摂取量を見ていきたいんですけども、まあ、これね、なんとなく皆さん感じられてるかなと思うんですが、日本人ですね、食物繊維の摂取量不足しております。はい、残念ながらね。で、じゃあどれぐらいね、不足しているのかと言いますと、まず今厚労省の方で定めている目標量というのがあります。これが、男性 21g、 女性 18g っていう目標になるんですけど、それとこう照らし合わせてですね、現状どれぐらい取れているかと言いますと、まあ、残念ながら 14g 程度しか取れていないということになりますので、まあ、かなりこの目標量に対して不足していると。で、さらにですね、この今挙げた目標量というものも万全ではないんですね。実は様々な研究によって分かっている、この、まあ、メンタルもそうですし、健康状態含めた理想的な食物繊維の摂取量っていうのは、1日 24g ぐらいと言われているんです。はい。なので、まあ、それと、こう、比べてもですね、全然現状っていうのは足りていないわけなんですけども、まあ、だから今の目標量っていうのはとりあえずの目標量で、本当はですね、 24g 目指さないといけないんですね。それに対して現状が 14g なので、もう全く足りていないというのが現状になってくるわけです。じゃあね、しっかり食物繊維を取っていかないといけないということになるわけですが、じゃあね、効果的な取り方を見ていきたいと思います。
まあ、食物繊維というとね、とにかくじゃあ野菜を山盛り食べればいいのかっていう話になるわけですけども、まあ、それでも取れないことはないんですが、まあ、なかなか大変だったり続かなかったりしますよね。やっぱり食生活って毎日のことですので、なるべくね、効果的、効率的に取っていきたいなというところになります。はい。では効果的な取り方、3つ見ていきたいと思いますが、まず1つ目はですね、お米を食べよということなんですよ。ね。なんかお米って言うとね、糖質でしょと、ね、取れる成分糖質でしょっていう話になるかと思うんですが、実はですね、日本人が何から食物繊維を最も多く取っているかと言いますと、お米なんですよ。ね。日本人の食物繊維の摂取量を支えているのはなんとお米なんですよね。まあ今ね、お米不足なんて話題もなっていますけれども、やっぱり日本人にとっての主食はお米なんですよね。なので、しっかりお米を食べることがまず大事になってきます。で、もしね、お米を食べない、ね、まあ糖質制限なんていうものもあったりしますけれども、そういったことで、お米をね、食べないってなってしまうと、ただでさえ少ない日本人の食物繊維摂取量がさらに下がることになりますので、これはぜひね、やめていただきたいんですね。しっかりご飯を食べましょう。これが一番大事なことかなというふうに思います。で、もちろんね、その中でじゃあ白米でいいのかっていう問題がまたあるわけですけども、もちろんですね、これ白米よりも玄米の方が食物繊維の摂取量は多くなるんですね。まあ、ただ玄米は結構ね、好みもあったりしますので、僕はいつもお伝えしているのは、そう、ぶずき米ですね。もういつもチャンネル見てくださっている方は、おなじみかなと思いますが、ぶずき米ですね。まあ、過去に動画を上げておりますけれども、白米よりもぶずき米をぜひね、食べていただくと、もう本当にそのお米を食べているだけでね、食物繊維がしっかり取れるっていうことにもなりますので、ぜひね、お米をしっかり食べるということをまず意識してみてください。さあ、続いて二つ目のポイントは、野菜は加熱して食べよということになります。ね、野菜っていうと、まあ生野菜でね、サラダで食べるっていう方法もありまして、なんかこう、野菜食べてる感ってね、生野菜、もうサラダボールみたいな山盛りの生野菜をむしゃむしゃ食べるっていうのが、なんか野菜取れてるなと、ね、食物繊維も取れてるなっていう気分にはなるんですけども、実はですね、生野菜で食物繊維取るのって結構難しいんですね。もう本当にたくさん食べないといけない。まあ、例えばですね、白菜をね、生で食べるっていうのを想像していただいて、あとはミルフィーユ鍋とかね、こう加熱して鍋に入れたりとかいう形で加熱して白菜を食べるっていうのを想像していただくと、やっぱり加熱した方がですね、圧倒的にたくさんの量を手軽に簡単にね、食べることができるんですよね。野菜は加熱した方がかさが減りますので、トータルで取れる量が増える。そうなると食物繊維の摂取量も増えるということになるわけなんです。だから決して生がダメなわけじゃないんですけども、生で取ろうとすると結構大変なんですよね。はい。なのでぜひ野菜は加熱して、まあ蒸し野菜でもいいですし、茹でるとかね、煮物とかね、ぜひそういった形で取っていただければと思います。やっぱりそういった意味ではね、日本の和ご飯の煮物、ひじきの煮物ですとかね、切り干し大根の煮物とかね、うの花の煮物とかありますけども、ああいったものってね、半端なく食物繊維が取れるんですよ。はい。まあ、これね、まとめた資料なんかもご用意しておりますので、後でご案内させていただきますけども、ぜひね、野菜は生だけに限らずですね、加熱して食べるってことを意識していただければというふうに思います。さあ、では最後3つ目のポイントですね。間食を活用せよ、まあ、つまりおやつですねを活用しましょうというお話です。でね、まあ1日こう3食とかってあるわけですけども、こうなかなかですね、食事だけでしっかり食物繊維を補う、しかもそれも毎日コンスタントにやるっていうのは、まあなかなか大変なんですよね。どうしても外食になってしまったりだとか、まあ忙しくてあんまり今日取れなかったなという日もあると思います。なので、そういう日はですね、ぜひ間食もね、活用していただけたらと思うんですね。で、もちろんこのおやつと言ってもですね、なんかケーキを食べるとかね、何ですか、なんかチョコレートを食べるとかね、その好き勝手食べるわけではなくて、食物繊維が多いですね、いわゆるヘルシースナッキングって言うんですけれども、健康的な間食をぜひ活用していただきたいと思います。で、具体的にはですね、干し芋ですとか、あとナッツ類とかですね、ドライフルーツ、あと甘栗ね、まあ秋は栗の季節ですけども、こういったものですね、非常にこうたくさんの食物繊維を含んでいる食材になりますので、まあおやつっていうかね、むしろ食べた方が体喜ぶ
ね、食物繊維が取れてメンタルも絶好調になりますので、まあ、食事だけで考えずですね、ぜひ、間食も活用する。こういったこともね、覚えておいていただけたらと思います。それではここで少しお知らせをご覧ください。公式 LINE をですね、配信しております。で、公式 LINE では YouTube でお伝えしきれないですね、栄養とか食、健康にまつわる情報を、無料で配信しております。で、あといろんなね、資料なんかもご用意をしておりまして、今回食物繊維のお話をしたんですけども、食物繊維の取説っていう資料をですね、新しく、特典でご用意をしました。で、そこにはですね、じゃあどういったその、おかず、料理にですね、食物繊維が何グラム含まれているか、あと間食のお話もしましたけども、じゃあどういった間食、どれぐらい食べたらどれぐらいの量のね、食物繊維が取れるのかっていう、まあ、今日お話した内容を分かりやすくですね、イラストとかを交えて、説明した資料をご用意しておりますので、ぜひね、まだ友達追加されていない方は概要欄から友達追加してみてください。で、もうすでに友達になっているよって方はね、メニュー、下の方にメニューがありますので、そちらから、ご覧いただけたらと思います。はい、ということでね、今回お話ししてきましたけども、やっぱね、食物繊維大事なんですよね。もう食物繊維、腸活なんてね、最近言われますけども、もう腸活って言ったらね、まあ、発酵食品もいいけど、まず食物繊維ですよ。もう食物繊維が腸内細菌の餌になりますので、もうこれがないとですね、食物繊維が飢え死にしちゃうんですよね。で、そうなるともうメンタルもね、こうズタボロになってしまいますので、ぜひですね、今日のお食事から食物繊維意識されてみてください。はい、ということで、今回は以上でございます。ぜひですね、少しでも参考になったよという方は、いいねボタン、そしてコメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ごきげんよう。